アドリアーナ・ウガルテは、スペインの女優。作家、舞台監督であり、ルイス・ブニュエルの協力者であったエドゥアルド・ウガルテの、孫として、また、アリカンテ出身の作家、カルロス・ワルニー・チェスのひ孫として、マドリードに生まれる。マドリードのマリア界のコレヒオ・ヌエストラ・セニョーラ・デル・ピラールで学ぶ。ウガルテは、ベレン・マシーアスの短編映画マラ・エスピナーでデビューし、 アルカラデエナーレスの短編映画祭で賞を獲得した。また哲学を収めながら演劇とダンスの教室にも通い、ポリシウス、ENL コラソンデラカージとホスピタルセントラルへの出演を果たした。2006年21歳の時には、サンティア・モデイオ監督の劇場作品カベーサデペロのコンセーロ役により、五夜賞の最優秀新人女優賞にノミネートされた。 二年後の2008年には TV シリーズラセニョーラが国営 TV の第一チャンネルで放映され主役のビクトリア・マルケスを務めたアドリアーナは大変な人気を獲得した。またこの年映画エルジュエゴデのアルカードでクラララゴ、アルバロセルバンテスと共演している。2010年にはサルバドール・ガルシー・アルイス監督のコスティオスでカートンで準主役としてニロ・ムール・ビエル・ドラント 2011年には、ロコントラリオアルアモールで準主役として、ウーゴ・シルバと共演した。またテレシンコのミニシリーズニーニョス・ロボドスにも、スサーナ役で出演している。2013年作家、マリア・ドゥエニャスの同盟のベストセラー、小説エルティエン・ポアントレ・コース・トゥーラスを原作にした、情熱のシーラが放映されると、主役のシーラ・キローが、アリー・シュア・ゴリュークを演じたウガルテは大人気を博した。 2015年10月に来日。新宿バトル級で開催された第12回、ラテンビート映画祭で、主演のミステリーテレビドラマハビタシオニス・セラーダスの舞台挨拶に立った。ありがとうございます。